日本橋は、広島市南区の沿行側に架か,かる道路橋である。東岸の向かいよと西岸の日本を結ぶ。上流には、広島高速2号線筋の高架橋があり、下流に国道2号線が通る黄金橋がある。東詰めはかつて国道2号線であった広島県道164号、広島海田線からの分岐点付近から始まり、埋め立て地である。 松田本社工場をまたいで、西詰めは、現在の国道2号線に接続する長い橋である。なお、近い将来にはこの橋の東詰めから、さらに県道164号、山陽本線を越えて、府中南公民館に至る直通の道ができる予定であるが、完成年度の目処は、立っていない。1964年8月竣工。この橋が仮設される以前、 沿江川では、篠の目から大衆に架けられた、東大橋より、下流には橋がなく、近隣の住民は、渡し船か干潮時に、徒歩で川を渡るのが一般的であった。二本橋は、二本地区と対岸の向かいよを結ぶ、最初の橋となり、また九百六十六年十二月七日の新広島バイパス開通によって、翌年七月の黄金橋化設まで国道二号は、 この橋を通ることとなった。橋とバイパスの完成以前、二歩、篠の目などの沿行川西岸地区は、はすだやネギ畑の目立つ反応村地帯であったが、開通以降は市街化が進行し、近郊住宅地として大きく景観が変化していくことになった。ありがとうございます。